はい、またこの東芝レグザ 55C340X 壊れました。買ってですね、2年目で壊れましたね。2年目でこの画面に線が入ってしまい、それで、YouTube で見て、テープを貼って T コネクトにテープを貼って直しましたが、また今4年目ですね。4年目でまた線が入ってしまいました。もうどうにもありません。また直していきたいと思います。これ簡単なんでみんなできると思います。多分この東芝シリーズはみんな同じ症状が出てるんですかね。結構ダメですね。我が家は昔から東芝のテレビで、20年30年結構長持ちしたんですが、最近は全然ダメですね。もうあら、こっちも下もなんか二重に映ってきました。もう全然ダメです。東芝のテレビは全然ダメ。毎回毎回東芝買ってましたが、で修理の方に、サポートセンターに電話しましたが、 T コネクトさえ送ってくれれば自分でやるって言いましたが、二重に映ってます。お客様まではできないので修理の担当で修理してもらってくださいって、こんな簡単なことなんですけどね。まるっきりリコール問題ぐらいのレベルですね。この T コネクトがダメなので、前回 YouTube で参考してもらって簡単にできたんで、今回分解していきたいと思います。はい、ちょっと分解していきたいと思います。もう簡単ですね。この足とか適当に取って誰でもできますから、後ろさえ開ければ超簡単です。後ろの背面だけ取ってくれれば、前回もやりましたから、前回やって簡単にできます。インパクトかなんか持ってきた方が早いですね。こんならいちいちやってらんないですね。足も取っていきます。足だけは画面やった時にもう一回確認しなくちゃいけないんで、足だけはどうしても、もう一回つけて確認するのに足だけは。はい、これで取れ終わりました。これ上げていきます。はい、これが、電波というか、この通信がうまくいかない。前回はどっちだっけな、ここパカッて開けば取れますから、上上げて、前回は右じゃないんですね。前回左だな、ダメになったの。前回左ですね。左にセロハンテープが貼ってあります。ここ左のハンテープ、私がセロハンテープありましたね。この右足と左足が電波をこう両方で行き来してるんですけど、ここがダメだったみたいですね、前回ね。これ一回外してみて前の状態に戻してみます。で、今回右が悪いのか左が悪いのか、これ外してちょっと調査してみます。はい、今とりあえずこれのテープ剥がしたんで、一回足をつけてみてどっちが悪いか確認してみます。右が悪いのか左が悪いのか、どっちが悪いかわからないので、それによってテープをどっち側に貼るか、もしかしたら今度また同じように左がダメなんかもしれないんで、左がもうちょい、この10個ぐらい潰したのを何個かもうちょい増やさなくちゃいけないかもしれないです。はい、これでちょっと確認していきたいと思います。で、テレビの液晶がダメなんで、このテーブルでも何でも毛布かなんか引かないとダメになっちゃいますからね。はい、これでちょっと電源つけてみます。はい、テレビの電源を入れてみました。前回の症状とまるっきり一緒ですね。今テープ外しちゃったんで、反対側がダメになってますね。はい、今 YouTube の電源入れました。これが前回の症状よりちょっと悪くなってますね。2年前ダメになったのと同じ症状よりもちょっと悪くなってますね。テープを今剥がしてみたんで、2年前の状況、今 YouTube をしました。 YouTube をしたこの状態です。何も映りませんってことで、右が悪いか左が悪いか、外していきたいと思います。とりあえず左が悪かったんで、左外して右が映れば
右は問題ない、左だけってことで。はい、それではこの前回ダメだった方の左を外していきます。これをで、左の左側にテープをこの黄色のマス目10個目まで埋めて、こう少しずつ試していったんですね。こう2個目、3個目、4個目で10個目まで埋めて、ちょうど症状が治りました。そしたら2年後にまた同じ症状が出たんで、今度左側が悪いのはもともと分かってます。左側を外して右側で移れば左だけで、これをはめて、これを右側で移んなかった場合は右側もおかしいってことで、右側もちょっと調査していきたいと思います。で、この T コネクトだけを、東芝の方に送ってくれって言ったんですけど、お客様じゃ難しくできないって言われて断れたんで、また自分でやっていきたいと思います。はい、これでちょっと電源をつけていきたいと思います。この抜いた状態で、はい、電源をつけていきます。あ、でもちゃんと映ってますね。はい、映ってます。ってことは右はまともですね。右はまともに映ってますね。 YouTube を作動しても右は映ってます。やっぱ左がダメなんですね、完璧に。はい、 YouTube やっても右のコネクタだけだったら、 T コネクタだけだったら動いてるから、やっぱ左の10個目を植えたのがもう1個増やすのか、左側の右側を埋めていくかですね。はい、こっち側は正常に動いてますから、右の T コネクトだけだな、動いてます。だから左のどれかが悪いってことですね。じゃあもう一回とりあえず試しに左の悪い方をはめて右を外してみましょう。どんな症状になるか。はい、電源切ってやっていきたいと思います。それではこっちの悪い方、多分この左のここ10個目がもう11個ぐらいまでテープで隠せば治ると思います。もしも治らなかったら、こっちから1個目、2個目、3個目とやっていって、どっちにしろこの左の T コネクトが悪いのは分かりました。で、この悪い方をつないでこのいい方を外してみます。そうすると多分さっきと違う症状になると思うので、もう一回電源つけてみます。はい、電源つけていきます。ピコ、あー、やっぱそっち側が映ってませんね、ちゃんとね。やっぱり左が悪いですね。で、これで YouTube をちょっとつけてみます。はい、 YouTube、 はい、 YouTube をつけたら全然、さっきは右側は綺麗に映りましたけど、左側がダメなので、左側の T コネクタがダメなので、 YouTube つけても YouTube は一切映りません。はい、で、この右側は白くそのまま問題なく映ってます。だからこっち側の左側の T コネクタが悪くなったんですね。前は10本目まで埋めて綺麗に治りました。ってことは左側の右側がちょっとダメなのか、左側の11個目ぐらいまで埋めればいいのか分かりませんが、ちょっとやっていきたいと思います。毎回毎回、前回こんなような症状でしたからね、2年目で、で今回4年目でまたジャラ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 になったんで、またテープで埋めていきます。ちょっとどこが悪いか探っていきたいと思います。ということで、右は問題ないので右をはめていきます。ちょっとはめるのに、これここに引っかかりにぼっちが出てんで、それだけちゃんとはめてくれればはまります。ちょっとはめにくいな、これはまんないじゃんって思いますけど、このぼっちをちゃんと中に入れてからカチンって下げるだけですから。で、これを取って、これの前回10個目まで埋めたから10個以上埋めないとダメですね。10個目まで埋めてどこまで治るか、11個目まで埋めますか。で、ダメだったらこっち側を2個目ぐらいから埋めていきます。それでどこまであるかやっていきます。これセロハンテープで貼るだけです。これ100円ショップのセロハンテープ、これを貼っていくだけです。でこ、10個目数えにくいですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 前回貼ったのここまでですから、ここより1個、これですね。これで治るかやっていきたいと思います。ちょっとはみ出たのは、ちょっとハサミかなんかカッターかなんかで切れば、今11個目まで埋めたので、でこっち側には折り返さないで、ここで余分な部分を切っちまえば大丈夫です。はい、余分な部分をカットしてもらって、
はい、これで OK です。これで11個目まで埋めてどんな感じになりますかね。ただ前回より1個多いだけです。はい、これでどこまで解消されるか試してみたいと思います。ダメだったら今度12個目ぐらいまで埋めて、この半分より両端がこのこれとリンクしてるんですね。だからリンクが良くないとダメなんで、こっち側がダメなのは前回2年前に分かったんで、で11個ぐらい埋めて、真ん中埋めても意味ないんで、両端のどっちかですね、これも両端のどっちか、どっちかがおかしくなってる。で映像が悪くなる。どんなテレビも同じような症状みんなありますよね。線が入るの、みんなこの T-NEC コネクトのこの両方がこうリンクしてるのがどっちかがおかしくなってるだけな。テープ止めれば全然簡単なんで、今11個目も埋めたんで、ダメだったらこもう12個目ぐらいまで埋めて、ダメならこっちを埋めていきたいと思います。これで治れば OK ですけど、前回で1個増えただけですね。多分腐食するんでしょうね、この菌が腐食する。菌は腐食しないですかね。隣に水槽があるせいですかね。あ、水槽じゃない、カブトムシがいるせいですかね。オオクワガタ何のせいだか、水槽はないです。水槽はもうちょい離れてますから、湿気のせいだか何のせいだかよく分かりませんが、前回の東芝のやつも8年で壊れましたね。その前の東芝はもう10年、家にやったら10年12年、あ、20年ぐらい持ちました。これですね、 55C の 3430X 20年製ですね。これ全然ダメ。もう4年でもう2年目でダメで、今度は4年目でまだダメなんで、今度はもう東芝買うのやめようと思います。って言いながらシャープは速攻壊れたんで、シャープ嫌いなんでシャープは買うつもりないし、でパナソニックもダメなんでっていう、いろいろ買って、一番電化製品で長持ちする東芝を引きするつもりはないんですけど、東芝の製品が一番長持ちしたんで、冷蔵庫、洗濯機、その他で、いつも東芝だったんですけど、今回このテレビだけはどうにもなんないですね。っていうことでちょっと今はめてみたんで、どこまで治るかやっていきたいと思います。はい、治りましたかね。ちょっと電源入れてきます。ピコ、テレビはどっちにしろ入らないで、 YouTube を変えていきます。多分もうなんか今綺麗に映ってるから治ってましたね、多分ね。 YouTube いきなり綺麗に映ってます。さっきみたいなあれがないんで、 YouTube がまともに映ってしまいました。一発で治っちゃった。つまらない、すごくつまらないですね。一発で治りました。前回のモヤモヤもなくなり、前回ほら綺麗に映ってますね。どこのチャンネル変えても YouTube 線が入ってません、どこも。あー、簡単に治ってしまいました。今までは10個目まで、埋めたのを11個、1個増やしただけですね。1個増やしただけで綺麗に映っちゃいました。はい、何の問題もありません。はい、綺麗に治りました。ちょっと桜鯉さんの見てみますか。桜鯉検索、あった。桜鯉さんのはまともに映れば、線は下に入ってません。全部、前回はあちこち線入ってましたけど、ちょっとこの見るとちょっと見にくいかもしれないですけど、問題なく、はい、線は入ってませんね。完璧ですね、桜鯉さん。私の全然入ってません、線。治りましたね。10個目から11個目、1個増やしただけですね。腐食は1個進んだんですね。これで、あと何年持つんですかね。2年しか持たなかったんだけど、1個腐食が進んで、T コネクトさえ新しいのを入れてくれれば、何の問題もないんですけど、これ T コネクトさえやれば、誰でも簡単にできるんですけど、はい、綺麗に映ってますね。私の動画もちょっと釣り行く暇なくて動画上げてませんけど、ちょっとおばあちゃんが膵臓がんで、いろいろ意識不明の母親ですか、意識不明の重体とかいろいろあって、あと仕事の忙しさでやってる暇なかったんですけど、近いうちまた釣り行きたいと思いますけど、治りましたね。何の問題もなく、ちょっとこの電波の周波数の差でちょっとチカチカしてるように見えるようですけど、実際私が見ると綺麗に映ってます。ってことは T コネクトを10個、左側が悪かったところの左端から10個目まで埋めたのを11個目も埋めたら治りました。ということで、しましまの症状が出たら皆さんあんな感じでやってもらえばすぐ治ります。はい、私の釣り動画もちゃんと映ってます。それてか2万 H 綺麗なスプールに限定のハンドルも金色に映ってるんで、何度もないと思います。はい、
以上でした。ちょっとあまりにも簡単に治ってしまったので私もびっくりです。10個目から11個目にしただけで完璧に治りました。ということで、あとはカバーつけて、カバー外してあの TT コネクトのところにテープ貼るだけなんで誰でもできますから、修理屋さんが来なくても、あの簡単なんで私の見てもらってる場合は大丈夫です。私ももともと YouTube で参考にしてもらって、レグザの、で検索したら同じ症状なんで2年目で壊れたんで嘘だろうと思って、で治ったんですけど、また4年目で同じ症状、55インチですね。これで終わりにしたいと思います。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。